スペースベコアボコ。します。広島大学の4年の浜砂紫苑って言います。今日はフィンランドについてお話ししたいんですけど、実はフィンランドって世界で一番幸せな国って言われていて、で、なんとこれ4年連続世界一になってるんです。なのでちょっとなんでフィンランドって世界一って言われてるのかなっていうのをちょっと考えながら話を聞いてもらえたら嬉しいです。日本語でフィンランド、英語でフィンランドって言うんですけど、フィンランド語ではスオミって言います。で、スオミっていう名前には実は意味があって、スオミの意味は森と湖の国っていうことです。フィンランドのみんな食いつきがすごいんだけどちょっとちょっとずつ説明していくと、まずフィンランドの食べ物って何ってよく聞かれるんですけど、その時答えるのはじゃがいもと肉か魚とパンって答えます。今度はフィンランドの学校について紹介したいんですけど、まずご飯、昼ご飯はビュッフェ形式です。なので好きなものを好きなだけ取って食べることができます。教室はこんな感じで、まあ私の印象としては日本よりちょっとなんて言うんだろう、なんかリラックスした雰囲気があるのかなっていう印象です。床にも点字ブロックがあって、上にもその補助的に光でこう導けるっていう工夫があります。心地いいと思える体勢、集中できる体制で受けましょう。なのでなんか全然ビャーってして、勉強が少ないところがなんかいいなと思った。そうね、宿題少ない。Very good。 じゃあですね、ちょっと顔は見えないんだけどね、実は聞いてくれてるんだと思うんだよ。なんかいいなと思うとこあった？幸せそうだなって。宿題がないところ。やっぱみんなそこか。みんな嫌なんだね、宿題が。ありがとう、そうだよね。羨ましいよね。じゃあ次のパートですね。はい。はい、ね、今日はフィンランドに関係する3つの写真を持ってきたんですけど。で、フィンランドでは普通にスーパーで、サルミアッキで埋め尽くされたコーナーもあります。以上です。以上です。はい、もいもいはバイバイなので、ありがとうはキートースです。キートースだって、みんなちょっと声出してね、キートースって。キートース、キートース、キートース、うん、ありがとうございました。2月は学年末試験や高校入試の受験に向けて大変忙しくなります。特に受験生はラストスパートの真っ最中です。ところで皆さん、高校入試ではどんな問題が出されるかご存知ですか？公立高校を受験する生徒たちはこのような過去問集を解いていきます。ここ数年の傾向はどの教科もかなりの長文を読ませるものになっています。難しい知識
を問うというよりも基礎基本を理解した上で長文を読み応用していくというものです。しかし中には文の多さに圧倒されて何を答えてよいのか混乱する生徒も少なからずいます。では生徒たちは全員このような問題を解かなければ高校に進学できないのでしょうか。答えはノーです。高校には全日制、定時制、通信制の3つがあります。その中でも特に私立の通信制高校の進出には目を見張るものがありますが、その実態はあまり知られていないようにも思います。私は広島県で通える通信制高校のいくつかと専修学校を訪問したことがあり、学校による個性の違いに驚かされました。自分の時代にこれほどバリエーションがあったら楽しかっただろうとも思いました。しかも学力検査のない学校が多いです。しかし入りやすいとはいえ通信制ならではのお悩みがあるのも事実です。そういった長所短所を検討しながら学校選びは進めていきたいものだと思います。また広島県の公立高校の入試自体も変わります。以前とある勉強会で広島県教育委員長の平川理恵さんのお話を聞いたことがあるのですが、先生の理念が実施されればかなり現場が変わるのではないかと思いました。その平川教育長による新しい入試制度の説明が3月19日にウェブで行われるそうなので、こちらも注目したいですね。どの高校に入るのかよりも入ってそこで何を学ぶのかが大切です。特に来年再来年高校進学を迎える皆さんはどんな学校があるのか、この時期に関心を持ってもらいたいと思います。スペースデコアボコでは自分に合う学校を見つけるお手伝いをしたいと考えています。デコアボコチャンネルでは子どもの得意を伸ばすために周りの大人ができることについてや学習に難しさを抱えるお子さんとその保護者向けの情報を発信していきます。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。